そんな声小さなくていいんちゃう？おはようございますっていうかこんにちは。そうやね、こんにちは。いや今日は実は朝から、うん、そう来てるんです。そうなんです。一睡もせずに、はい、だがしかし、うん、あちきやらかしちって今年の初バスをもう目の前まで寄せてきたんですがやらかしまして。そうやな。その時のちょっと映像がありますので、うん、こっちをご覧ください。どうぞ。そりゃサングラスも逆向きになるやろ。まあ残念やったな。あれな、そうだいぶ置いたんで。そうやね、だいぶ時間置いてもう一回入り直した感じ。そうだよね、うん、ちょっとぶち上げたいと思います。そうやな、はい。今日は私ちょっと一睡もしてないことですっぴんでございますのであのあまりちょっと打たないでくださいね。よろしくお願いします。わかりました。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。気がばらしたところに案内するから静かに来てね。はい。あそこの木のとこ。記念すべき一本目の動画と同じ場所やから。うん、そういうこと。うん、初心に戻る。今回ジグヘッドワッキーで。うん。行くよ。おう。風がさ、マシマシ。風マシマシ。マシマシ。おらん？おらん。マジ？うん。おったのにな、朝は。時間帯とかにもさ、よってさ、うん、バスのいる場所とかって変わってくるやん。うん。まあ、そういうことやと思っていくら寝かせたとはいえ、うん、どこ行ったの？うん、ちょっと今朝はやっぱりさ、寄ってきとったけどさ、うん、どこ行ってんの？帰ったんじゃない？お家に一旦。でもね、うん、ちょっと一つ言わなきゃいけないことがあるんですけど、うん、今日昼から、うん、ちょっと野球の予定がだから私たちには時間がないんです。時間ないな。時間がない。ちょっと違うとこやってみよう。ちょっと探そっか。うん、うん、どっかにおるやろ。さっきと同じ場所じゃない？あ、今？うん、そう。お、朝おったから。そうやな。やっぱ諦めきらんよな。うんうん、そういうとこがダメないと思います。ちょっとは外す。外す、そうそうそう。でっかいのおるやん。いるやん。バスケット TV 第1話と同じ場所にでっかいのおるやん。おるやん。同じのを繰り返してきて連れてへんっていう成長してないところをお届けしております。ちょっと去年より難易度上がっとるわ。難易度上がってんな。難易度上がっとるわ。
回だけチェイスがあった。ほんま、このオーバーハングにパンって入れて、うん、パーって回収して、うん、でほんなら30か30ちょいのやつがピューってついてきた。マジで？うん、薪とかの方がいいんかな、クランクとか。うわ、引っかかる。え、釣れた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 、ちょっと待った、バレたバレた、メガカリかと思った最初。またやっちゃった。やってまった。完全にフッキングできてなかった。